トロイ・シバン・メレットは、オーストラリアのシンガー・ソングライター、俳優、ユーチューバー。ユーチューブとオーストラリアのタレントコンクールで歌手としての注目を集めた後、2013年に、ユニバーサル・ミュージック・グループの EMI ・オーストラリアと契約を結び、彼の3枚目の EP 版となる、トクストをリリースした。このレコードは、アメリカ合衆国のビルボード200で、最高方位まで入った。 このアルバムのリードシングルであるハッピー・リトル・ピルはオーストラリアの音楽チャートで10位に入った。2015年4枚目の EP 版であるワイルド、と初のスタジオアルバムであるブルーネイバーフードを続けて発表。そのリードシングルユースはビルボードホット100で初めて40位に入るヒットとなり最高23位まで入った。2番目のスタジオアルバムブルームと 事業家で宅地建物取引業を営む社運、メレットの子である。シバンは西オーストラリア州パースで両親と3人の兄弟と共育った。彼はユダヤ共生党派の家庭で育つが、彼自身は経験な信徒ではないと言っている。彼は2009年までパースにあるカーメルスクールに通い、その後は遠隔教育を受けた。シバンの音楽の経歴は2006年。 2007年、及び2008年に、パースの放送局のテレソンに出たことから始まる。2006年には、オーストラリアンアイドルの優勝者であるガイセバスチャンとの、デュエットも披露した。シバンは2007年のスターサーチのファイナリストになっている。2009年には、ホーゼムをリリースし、家のない子供に対する意識向上と、基金集めに役立てた。彼の初の EP 版でアー,ードリームは、 2007年6月にリリースされている。2010年2月には、リサラビーがプロデュースした音楽ビデオ We Are the World 25法配置に参加し、2010年の配置地震で犠牲になった人たちへの義援金を集めた。2013年6月5日には、シバンはユニバーサルミュージックグループの EMI オーストラリアと契約を結んだが、1年ほどの間は秘密にしていた。 2014年7月25日に初のシングルハッピーリトルピルを発表し、続けて2014年8月15日に5つの楽曲を入れた EP 版トロイをリリースした。トロイは55以上の国において iTunes の第1位を飾ることとなった。また、ビルボード200では発表を翌週に第5位に入り、4番のアルバムでは初のトップ10入りを果たした。 ハッピーリトルピルはアリアシングルチャートで最高10位になり、オーストラリアレコード産業協会からゴールドの称号を受けた。2枚目の EP 版はワイルドで2015年9月4日にリリースされた。この EP 版からはワイルド、フールズ、トークメダウンの3つの楽曲に対してブルーネイバーフードと題したミュージックビデオ3部作が作られた。加えて、 この EP 版は2015年12月4日にリリースされた彼の初のスタジオアルバムであるブルーネイバーフードの原型となった。シングルユースはビルボードホット100で23位になった。ブルーネイバーフードとワイルドは2015年の初ツアートロイシバライブで演奏された。その後も彼は2016年のブルーネイバーフードツアーや郊外ツアーでもブルーネイバーフードを披露した。 2017年5月26日には、マーティン・ギャリックスとコラボレーションして、ゼア・ホーユーを作成した。2018年1月10日、シングルマイ・マイ・マイをリリース。同時にミュージックビデオも発表した。彼によると、セカンドアルバムは、当時のボーイフレンドである、アメリカ人モデル・ヤコブ・ビックセンマンに触発されたもので、ある。その曲は、以前の曲とは一線を画するものであり。 ピッチフォークメディアは彼の声を安心と評し NPR ミュージックは性的欲望の伝染性の賛美と評した NPR はまたシバンの性思考の秘密に触れながらこの楽曲とミュージックビデオの重要性について次のように書き記している若く細身の同性愛の子がミュージックビデオで完全に自分のものになるというのはそうそうあることではないそしてシバンは 一緒に踊っていたいと思わせるのだ。この曲をシバンが初めてライブ披露したのは1月20日のサタデーナイトライブでのことでジェシカ・ジャステインが司会をした時の音楽ゲストとして呼ばれた時のことであった。彼はその後新しいアルバムに長年の友人であるアリアナ・グランデとのコラボレーションとしてダンス・ツー・ディスという曲が収録されると言っている。 ブルームは2018年5月2日にリリースされた彼の3番目のシングルでザグッドサイドに続くものである。同月にはカリフォルニア州パサデナで開催されたテイラー・スウィフトのレピュテーション・スタジアムツアーのコンサートにゲスト出演し2枚目のスタジオアルバムがブルームというタイトルであることを発表した。そのアルバムは2018年8月31日にリリースされている。 このアルバムの最後の先行リリース曲アニマルは2018年8月9日に発表されている。同年、シバンはゴールデングローブ賞の主題歌賞にノミネートされた。これは映画ある少年の告白のために作ったリベレーションが対象であった。この曲はアカデミー一家曲賞でもノミネートされている。2018年10月には イギリスのシンガーソングライターチャーリー X、CX とコラボレートしてシングル1999を発表する。二人はザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロンで一緒にライブも披露している。次のコラボレーションである2099は2019年6月6日に二人のアーティストの LA プライドイベント GO ウエストフェストで発表されチャーリー X、CX のアルバム チャーリーのプロモーションシングルとして2019年9月10日にリリースされた。2019年1月には、シバンはアメリカ人シンガーソングライターラウブと共にシングルアイ、アイムソタヤードをリリースした。2019年12月6日に、シバンとアリー X はラブメロングという曲をリリースした。2020年2月16日、韓国のバンド BTS の新アルバム、 マップオブザ・ソウル7に含まれる曲ラウダー・ザン・ボムズが、シバンと共同で作られることが発表された。これは、BTS との初のコラボレーション作品である。4月1日には、シバンの5番目の EP 版イン、a d ドリームからの初シングル Take Yourself Home が、リリースされる。コロナ禍の中、彼はこのシングルのビジュアルアートを、フリーランスのアーティストたちと作った。 インスタグラムで知り合ったアーティストたちとは、シングルに合わせた T シャツを作成し、すべての収益金が、ーの新型コロナ対策基金と Spotify の新型コロナ救済音楽プロジェクトに寄付された。7月15日、アルバムイン、エイドリームからのシングルとして e ージーがリリースされることが発表され、2020年8月21日にリリースされた。 シバンのミュージックビデオはしばしば登場人物が LGBTQ の関係であることを想像させる。ブルーネイバーフードのビデオ3部作では2人のティーンエイジの芸が秘密の関係を持つ話であるし、ユースではシバンが他の男性との愛に興味を持つ構成になっている。ヘブンフィート、ベティーフーのために作られたミュージックビデオでは歴史的な LGBTQ ムーブメントやカップルの映像に加え、彼と他の男性による官能的な映像が含まれており、私の一部を失わずにどうやって天国に行くことができるのや、もし私が私の一部を失ったら、私は天国を望まないだろうというタグラインが流れる。彼はこれらの描写が重要であること、特に TV やミュージックビデオがそういう LGBTQ の関係を、 映し出すのを見た記憶がほとんどない若い頃の記憶を考えていると述べている。2020年7月16日、シバンは EP 版イン、a d r e m の2番目の曲 e g のミュージックビデオを作った。このビデオは彼自身が監修も行った。後に e g はケイシー・マスグレーブスと共にミュージックビデオごと再リリースされている。2007年、シバンはオリバー。 のオリバーツイスト役をリーガル劇場で演じた。2008年には西オーストラリアの短編映画ビトロンドザ・テリブルに出演した。2008年2月、ウルバリン、X ・メンゼロで若い頃のジェームズ・ハウレットの役を演じる。シバンはテレソンでの活動の様子を YouTube に投稿していたが、それがハリウッドの人の目に留まり、シバンに オーディション用のビデオを送らせることになったのが、映画の役を得るきっかけであった。もともとは、コディ・スミット・マクフィーがその役を演じることになっていたが、彼が出る、他の映画ザ・ロードとの関係で出演できなく、なっていた。2009年7月、南アフリカ人、ジョン・バンデ・ルートによる著作スパドを元にした映画、スパドの主役のオーディションに合格した。 その撮影は南アフリカで2010年の3月初旬から4月中旬にかけて行われた。この映画は南アフリカで2010年12月3日に風切られサウスアフリカンフィルムテレビジョンアワーズで最優秀主演賞を含む6つの部門でノミネートされた。ンはサミュエル・ベケットによる浮上履劇、五度を待ちながらの西オーストラリア公演に出演した。 その公演のボーイの役は、シバンとクレーグ・ハイド・スミスが交代で演じた。2012年6月には、シバンは南アフリカに戻り、映画スパドに、ザ・マッドネス・コンティニューズに出演した。この映画は2013年6月21日に、南アフリカで封切られた。さらに、スパドシリーズの第3作である、スパド3、ラーニング・ツー・フライにも主演した。2018年には、 映画ある少人の告白に出演した。シバンは2007年頃からビデオ共有サイトである YouTube 上に歌をアップロードしていたが、2012年の9月に Vlog を作り始めた。最初の Vlog を投稿した時、シバンにはそれまでの5年間の間に獲得していた2万7000人の登録者があった。2016年4月には登録者数は400万人を超え、 2億4000万回を超える再生数になった。彼の YouTube チャンネルはオーストラリアで8番目に多くの登録者を持っている。シバンが仲の良い YouTuber、タイラー・オークレイと一緒に作成したザ・ボーイ・フレンド・タグというタイトルの作品は2014年のティーンが選んだウェブアワードでコラボ部門に選ばれた。シバンが好むアーティストは A.B. ワインハウス、テイラー・スウィフト、ロードなどである。 MTV アーティストはマイケル・ジャクソンとフランク・オーシャンにも影響を受けていると評している。彼が雑誌ワンダーランドで次のように述べている僕が聴いて育った曲の中で僕をゲイだと感じさせてくれたのはほとんどがノンケの女性だったと思います。シェール、マドンナ、マイリー、ロビン、レディーガガです。彼女らは僕のゲイの偶像でちょっと不思議な気がします。 僕はもっと同性愛の音楽を聴いて育ちたかったと思います。その方が良かったなシバンの音楽は EDM の影響を常に受けているレイヤードエレクトロポップと評されている。そのバリトンボイスは広く称賛されており、彼の作品はロードやテイラースウーフトの作品と比較されるようになっている。2020年12月にはシバンはローリングストーンオーストラリアの 史上最も偉大な50人のオーストラリア人アーティストに選ばれた。シバンは家族へカミングアウトした3年後の2013年8月7日に YouTube ビデオでゲイであることを公言した。彼は軽度のマルファン症候群を患っている。ありがとうございます。